方でした。夜方じゃなくて茨城姫ですかね。なんかいつも皆さん優しくね迎えてくださりありがとうございます。今日は夜方じゃさんのコスプレ衣装を見てたんですよ。実はただいろんな衣装があってどうしようかなと思っていました。もしかしたら企画であるかもしれないっていう話をしていたんですけど、ただ結構こうなんでしょうかね、私あんまりコスプレでもフリフリしてるものとか布面積多いタイプのものが多かったんですけど、夜さんって結構こうなんでしょうか、足も結構出てたりするじゃないですか。絶対に領域ってスタッフさんがなのでちょっとね自分との葛藤になってます。まあ、もし勇気が出たらですね、やりますね。あ、私服とかならいけそうなんですよね。の赤いあれならいけそうですもんね。まあ、背中は開いてますけど、まあ、見せなければいいので結構葛藤ですよね。どうやったらかっこよく見せられるかっていうところですよね。授業参観の服装とかならできそうなんですけど授業参観の服装ならできそうですよね服ちゃんと着替え持ってきてね、カバンに入ってる設定ですもんねまあできたらいいんでしょうけどね、でもヨルちゃんに近づけるかな、どうなんでしょう。好きなキャラクターにやっぱり近づきたいじゃないですかね。アーニャはヨッキー出てきてますかやってくれますかね。まあ、ぜひ皆さんもね、お好きな趣味ある方いらっしゃいましたら楽しんでいただきたいなと思います。今日はここまで松雪彩香がお送りいたしました。この後も良い夜をお過ごしください。それでは失礼します。